お願いします。お願いします。昨日はチケット完売、3万人超えの観客、実際ピッチの中からはどんな景色が見られましたか？そうですね、本当に久々にああいう超満員の中で、プレーできたっていうのはすごく自分の中でも幸せな瞬間でありましたし、やはりこういう空間を毎試合毎試合作ってほしいなっていう、ね、願いにもありますね。はい、小野選手にとって藤田さんとの出会いっていうのはかなり印象的なものだったのかなと思いますけれども、その美社監督の下で現役生活を終えられたっていうのはいろんな意味がありますか？そうですね、本当に美社さんに出会ってから自分のサッカー感っていうのもすごく変わりましたし、でまたこの北海道の地で、終えられるっていうのはその幸せなことはないなっていうふうに感じてます。以前高原選手が引退された時にもお話を伺ったと思うんですけれども、はい、79年分の LINE グループがあると、はい、ご自身の引退の報告もされたんですか？そうですね、誕生日の日に自分でそうやって入れましたね、はい、皆さんからお返事がありました？そうですね、びっくりした龍選手もいましたし、仲間かもいましたし、お疲れさんというか、みんながね、そんな感じで軽い感じでつながっているので、そういうメッセージでしたね。ご自身の著書の中でも一つのところに長くいるのがそんなに得意ではないというふうに書いてあったと思うんですけれども、おさのりはトータル7年間ですね。そうですね、長かったですね。想定外なんですか？いや、想定外、想定外って言ったらなんかあれですけども、自分がそこまで長くいるとは思ってはいなかった部分は確かにありますね。日本に限らずいろんな国でいろんなクラブでプレーされてきて、北海道コンサドーレ札幌というチームにどんな魅力を感じていらっしゃいますか？そうですね、夢があるというか、まだ上のそういうトップレベルの景色をまだ見たことないチームである、あると思うし、今まではね、 J1、J2 を行き来してきたチームが今 J1 でこの6シーズン、居続けて、でまたここから先、その先がそのまたトップに、トップ3もしくはタイトルを取る、そういうチームにこう変わっていく、そういうなんか夢があるなっていう、それが魅力ですよね、はい。現役生活自体に心残りはないというふうにおっしゃっていましたけれども、そういう意味ではそのこのクラブにおいてはやり残したことはまだありそうですか？そうですね、やっぱり自分がいるときにタイトルも取れませんでしたし、いい順位もね、なかなか取れてはいなかったので、そういったいう中ではすごく、はい、チームに対しては心残りはありますよね、うん。北海道という場所は気に入ってますか？もう大好きですね、こんだけ長くいるんで、はい、びっくりしてます。特にお気に入りの場所とかってありましたか？お気に入りの場所、どうですかね、宮の沢の、ね、練習場はやっぱり本当になんか特別な空間だったなっていう感じがします。一時期は娘さんと同居されていた時期もあったかと思います、はい、娘さんとの生活振り返っていかがですか？そうですね、なかなか家族と一緒にこう過ごす時間がなかった中で、娘が一人こっちに来てくれたおかげで、本当の子育てじゃないですけども、少し子供のために役立ってたかなっていうふうには、はい、感じてます。小野選手はとにかく楽しさを追求してこられたと思いますけれども、はい、その追求した先、昨日ピッチでどんなものが、その先の景色というのはどんなものが見えましたか？そうですね、やっぱりこうピッチの上に立つってこんなに幸せなことなんだなって改めて感じましたし、常に出てる選手たちもその感謝、それが当たり前じゃないということを、ね、感じながらピッチに立ってほしいなというふうにも、ね、思いましたし、またサッカーが、ね、こんなに素晴らしいもんだというのをまた気づかさせていただいたなという気がします、はい。サッカーを楽しむってすごく難しいことなのかなというふうにも思うんですけれども、その難しさって感じたことはありますか？いい時ばっかりじゃないので、コンディションもそうですし、そういった意味では簡単ではないことは簡単ではないですけど、僕の楽しさっていうのはなんかボールがあればそれで幸せになれるというか、いう空間ができるっていうのがね、僕の中での楽しみではあるかなというふうに思います。まさに今夢を追いかけて楽しくボールを蹴っている子どもたち、これからいろんな、ね、壁があるかと思うんですけれども、どんなアドバイスを送りたいですか？そうですね、人それぞれね、いろんな悩みもあって、そういう
壁、まあ、人それぞれだと思いますけども、まあ、一概にねそれを頑張って乗り越えろとは言いませんし、まあ、自分がその壁をどうやって乗り越えるかっていうものを考えるその力がまず大事だと思いますから、まあ、そういうものを養ってもらいたいなというふうに思います。コンサドーレ、まだ若手選手含めいっぱいいます。この選手が引退後もたくさんの選手が育っていくと思いますけれども、まあ、この先こう未来を背負っていってほしい選手っていうのは誰かいますか？まあ、本当全員に期待はしてますし、まあ、そういう選手たちをまた三者監督はじめコーチングスタッフ、全員で、本当にトップの選手に育てていってくれることを願っています。深井選手が5度目の手術、この選手もかなりこのサッカー人生は怪我に悩まされていたと思いますけれども、深井選手今回また乗り越えてくれると思いますが、何か一言。そうですね、彼の怪我っていうのはもう本当に選手生命の危機っていうぐらいの、本当にそれを5回もやって4回手術して復活してっていうね、そんな回数をこなせる逆にサッカー選手は他にいないと思いますし、まあでも彼自身が本当にメンタルも強いですし、またピッチの上に戻ってきて活躍する姿っていうのは僕はすごくイメージがついているので、まあ焦らずしっかり時間をかけて自分の体を大事にしながら、ね、焦ることなく戻ってきてほしいし、また彼が戻るその時にいいチーム状況を作ってみんなが、ね、出迎えてほしいなというふうに思います。先ほどボールがあれば幸せとおっしゃってましたけれども、この先もボールは隣にありますか？そうですね、まあ、ずっと多分サッカーから離れることはないと思いますので、まあ、自分でもそうやってボールを蹴る回数は変わらずあるんじゃないかなというふうに思います。この先のプラン、言える範囲で何か考えていることありますか？いや、特にまだそこまで大きなことは考えてはいないので、まあ、何かこうやりながら子どもたちにサッカーを教えたり、そういうことをしながら何をしなきゃいけないか、何をするべきなのかというものを見つけていきたいなというふうに思います。ちなみに北海道との関わりは継続？あ、もちろんあります。はい、この先じゃあ我々も楽しみに、はい、よろしくお願いします。